おさき正直9月14日帯は、日本の大倉、財務官僚、政治家、自由民主党所属の衆議院議員、元高知県知事、高知県高知市生まれ、1991年、大倉省に入省、本省勤務のほか、1998年から3年間は、外務省へ出向し、在インドネシア日本大使館で、初期官より一等を務める。 2006年より内閣官房副長官秘書官。2007年10月財務省を退官。2007年11月25日党開票の高知県知事選挙に自由民主党、民主党高知県連、公明党、社会民主党の推薦で出馬し、40歳で初当選。翌2008年1月に橋本徹が大阪府知事に就任するまでは、 全国で最年少の知事であった。2011年の高知県知事選挙では、尾崎以外に立候補を届け出た者がいなかったため、無投票再選。2013年1月に、内閣府の教育再生実行会議の委員に就任し、2015年10月5日まで務めた。同年10月の高知県知事選挙では、尾崎以外に立候補を届け出た者がおらず、 2011年の知事選に引き続き、二度連続で無投票再選。知事選が二度連続で無投票になるのは1978年、1982年の滋賀県知事選挙の竹村正義以来、23年ぶりであった。2015年はこのほか岩手県知事選挙も、達祖拓也が無投票で当選した。 2019年8月、同年11月に予定される、高知県知事選挙には立候補せず、次期衆議院議員選挙に、高知2区から立候補する意向が報道された。2021年10月31日の、第49回衆議院議員総選挙では、前回小選挙区で当選した、立憲民主党前職の広田はじめを大差で破り、初当選した。ありがとうございます。